皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。今日は EOS を使ったアイデアを皆さんにご紹介します。今回は空になった EOS のケースを使ってアイスを作ってみました。これから春が来て暖かくなるので、春にぴったりなアイデアを皆さんにご紹介してみたいと思います。とても小さくて可愛いアイスができます。こちらは赤のジュースを使ったアイスです。今回用意するものはこちらです。EOS の空のケース以外にも普通のアイスも作りたいと思います。ですのでこちらの型も使います。あとはアイスに使いたいスムージーなどのジュース、皆さんの好きなフルーツジュースなどを使って構いません。まずは EOS のケースを一つずつ分解していきます。今ナイフを使っていますが怪我をしやすいので気をつけてください。こちらがキャップです。 EOS のケースの底の中にキャップを入れます。こちらの平らなところが底になります。そしてこちらの部品をキャップの中に回してつけてください。こちらのケースはしっかり水で洗って乾かしてあります。皆さんもしっかり洗ってください。用意ができたらジュースを中に入れます。残りのジュースはこちらの型の中に入れていきます。あとはこちらを数時間ほど冷凍庫の中に入れて固めます。しばらく冷凍庫の中に入れて固まりました。それではケースの底をキャップにつけていきます。カチッとなるまでしっかり手で押さえてください。それではキャップを回して取ってみたいと思います。取ってみるとこのような可愛いアイスができています。今回は上手にできたと思います。見た目もとても美味しそうです。いかがでしたでしょうか。こちらはとても小さなアイスの玉になっています。ただとても可愛くて春にぴったりだと思います。夏にもぴったりかと思います。ぜひ作ってみてください。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアもお待ちしています。ぜひ下のコメント欄へお書きください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。